夢見る力、無重力を持った人々を。浮遊ガールと薩摩剣士隼人が訪ねる無重力アルバム。今回2人が訪ねたのは姶良市。鹿児島県姶良市の浜本漠です。漠さん、よろしくお願いします。よろしゅう頼み上げます。よろしくお願いします。漠さん、白衣を着ていらっしゃいますけど、何をされている方なんですか？はい、私はですね、ここの重富海岸の良さとか素晴らしさを科学的に楽しくお伝えするというのを仕事にしています。重富海岸の魅力って何ですか？全部がいいとは思ってるんですけど、錦江湾の中で唯一残っている松林だったり、錦江湾奥最大の干潟だったりっていうもの全て含めて大好きです。ずっと気になっていたんですけど、その頭にかぶっていらっしゃるのは何ですか？もうよく聞いてくれました。これですね、私の一番の研究対象であるゴカイの顔なんですけれども、ゴカイっていう生き物って魚釣りの餌にしか思ってない人ってすごく多いと思うんですけど、実はですねすごいんです。川から流れてくる人間が汚いなと思うもの全部食べてくれたりとか、でこう砂や水をきれいにしてくれるのとプラスして、自分たちは魚の餌になって私たちが食べる魚を育ててくれたりとかして、もうすっごい面白くて楽しい生き物なんですね。毎年3月のですね大潮、満月や新月の夜にですね、ゴカイの産卵を見るためのですね、世界でここだけのエコツアーやってますので、もうこれめちゃくちゃ綺麗で、皆様のゴカイのイメージ完全にひっくり返します。漠さんは地元ラジオでの情報発信や清掃活動など様々な活動に取り組んでいます。最後に動画をご覧の皆さんに一言お願いします。重富海岸ですね、こんなにすごいんだよ、楽しいんだよっていうことをいろんな方に体験してもらうための活動をしております。こちらに見に来ていただけたら嬉しいです。漠さん、ありがとうございました。ありがとう下げました。ありがとうございました。漠さんの海の無重力。